はい、どうも、ひるゆつかささんから質問いただいたガミのしゅんです。よろしくお願いします。そうですね、質問が、しゅんさんは花より団子の花派ですか団子派ですかってことだったんですけど、まあシンプルに花見で言えば僕は、そうですね、まあやっぱり花見なんで圧倒的に団子派ですね。はい、もう食べるのが大好きなので一人でもこう飲みに行ったりとかそういうのが結構趣味でもあるんで、まあ仲良くなったらいつか皆さんともご飯行ったりとかお酒一緒に飲んだりとかしたいななんて思ってるので、これからね、まあ状況もあれですけども、いろいろこう楽しみなこといっぱいでございます。はい、で今度僕からまたこうリレーを渡すんですけども、質問、私今回は小月渡るさんに質問させていただきたいと思うんですが、まあ、僕はですね結構こういろんな舞台に一応立ってきてはいるんですけども、緊張しやすいっていうところがあってですね、まあ自分なりにいろいろこう解決方法はあるんですけど、なんかこうちょっとヨガみたいなことをやってみるとか呼吸をしてみるとかあるんですけども、それこそ数多くのもうすごい大きなさまざまなステージを踏んできた、渡るさんは一体例えばどんな緊張をほぐす方法を知っているのかなっていうのは本当個人的にとてもとても興味があることなので、まあそもそももしくは緊張しませんなんてパターンもあるかもしれないんですけども、そこら辺のところをお聞きできたらなと思います。これから2ステップガンミプラス宝塚 OG のこのタッグがね、どんなもう化学反応を生むのか、もう自分もね楽しみでしょうがないし、もう不安よりも楽しさの方が楽しみだなっていう気持ちの方が多いので、皆さんにねその気持ちをそのままドンとお伝えできたらなと思いますので、皆さんどうぞ2ステップお楽しみに。